中華人民共和国の警察は、中華人民共和国が設置している警察制度である。国務院公安部公安民警の期2000年の時点で、公安機関職員は約160万名、うち警察業務に従事しているのは120から130万名とされている。中国共産党の最高指導機関である党、中央委員会のもとで、司法、治安関係業務を所掌するのが、 当中央政法委員会である。中央政法委は、地方の政法委員会を、指揮監督するとともに、国家の治安、司法機関の指導に当たる。その指導に服する、国務院の公安部は、中国全土の司法警察活動の指導、指揮に当たっている。警察制度の規格立案とともに、地方の公安機関に対する直接の指揮、監督権限を有する。また、 武装警察や海警局に対しても指導権限があるほか、特に武装警察の公安現役部隊については部隊運用にも指揮権を行使できる。また、情報機関である国家安全部も防具用の必要から公安警察を主体とした司法警察活動を行っており、公安部と同様に地方機関としての国家安全局や 実施部隊としての人民警察も設置されている。各行政区の党委員会には、政法委員会が設置され、当該行政区の地方政府の公安機関及び、開業政区の政法委員会を指導監督している。通例、党委員会の数要職にある者が、政法委員会の初期となると,とともに、政法委員会の初期以下の地位にある者が、公安機関の責任者となることで、 党の優位性が確保され、公安機関に対する指導監督がなされている。小休業制区地方政府の公安機関としては、省、自治区には、公安庁が、直轄市には、公安局が設置されている。これらの下級結節として、市、県、旗、地区、自治州には、公安局、四轄区には、公安分局、名には、公安署が設置されており、また地域には、 警察署、派出署が配されている。地方政府公安機関の経費については、当該地方政府の予算で負担されている。上記の通り、これらの公安機関は、公安部を頂点とする上級結設の指揮監督に服しているほか、公安部の職員が、地方政府の公安機関の幹部職として派遣される。ケースや、逆に地方の公安機関の職員が公安部に、 移動するケースもしばしば見られる。これら地方政府の公安機関の実施部隊に当たるのが人民警察である。なお、人民警察法では公安機関の他にも国家安全機関、監獄及び労働共有管理機関の人民警察及び人民法院、人民検察院の司法警察も規定されているが、実際には特に一般警察活動については 公安機関の人民警察がほとんどの権能を負っているため、単に民警と称した場合は、公安民警を指す場合が多い。武警部対期中国人民武装警察部隊は、国内軍、国家憲兵、国境警備隊にあたる準軍事組織。司令部は国家中央軍事委員会の指揮下にあるが、第一政治委員は公安部長の兼務となっており、 これにより公安部からの指導を受ける体制となっている。中国海警局は沿岸警備隊であり国家海洋局の指揮下にあるが局長は公安副部長の兼務となっておりこれにより公安部からの指導を受ける体制となっている。またこのほか交通運輸部の海事局も洋上交通管理の必要から洋上での放出行業務に当たっている。上司管理行政、州法局は 都市部で設置されている法執行組織。公安を含む民警とは異なって、司法警察権は付与されておらず、規制行政を中心とした行政警察活動に従事する。行政処罰法根拠法とするが、市当局による農地強制収容などにも従事しており、正規職員以外の人員も多いこともあり、たびたび過剰警備や汚職などの警察不祥事が、 問題になっている。ありがとうございます。